長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいつも長谷川豊の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますさあここら辺なんですけどねちょっ僕ね叩いてきました叩い叩いてくるっていうのは業界の用語でですねえっとメイクをしてくるっていう意味なんですがちょっと叩いてきたからなんとなく大丈夫かと思うんですけど鼻とか僕焼けてません あのですね今、大阪の仲間たちもずいぶん日本全国の仲間たちもあの選挙が近づいてすごく頑張っているのでできるだけ僕の本番の戦いは7月ですから7月21日だとまあ見て間違いないと思うんですけど僕は参議院議員選挙に挑戦をするということが発表になっているわけですからあの今、今統一地方選の仲間の手助けに行っているんですよ。皆ささんも気けてくださいね今 大阪とか関東とかそんなに朝晩とか暑くないじゃないですか爽やかじゃないですか紫外線強烈ですからめちゃめちゃ焼けますよほんと気をつけていただきたいなと思うんですけれどもさあそんなことで大阪の話題を少ししたいと思うんですけどこちら今日のテーマは大阪と構想についてであります。えー、全国の 方が僕の YouTube チャンネルは見ていただいているので知ってる人も知らない人もいると思うんですけれども、まあ、おさらい的に言うと大阪の松井知事と吉村市長が辞職をしました<あ>公明党に裏切られたんだ約束破ら,れ破られたんだっていうことでもう一度民意を聞くっていうことで,ですね、まあ、あの国政でいうとこの解散・総選挙ですね、まあ、これに関してはそういう違法行為でも何でもないですし大阪の成長を止めないために何度か頑張るんだということなのでうんまあまあ本当にしっかりと。 頑張ってそして勝ち抜かなきゃいけないなっていうそういう話なんですけど、全国的な話言いますとね、大阪都構想ってなんぞやっていう人がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。まあ大阪市廃止するっていう話なんですけど、それ何がやりたいのっていう話じゃないですか。えー、っとですね、まあ長谷川流で説明をするとですね、大阪都構想ってまあそんなむちゃくちゃに大した話っていうわけでもないんですけど、皆さんの会社。 皆さんの組織であり皆さんの会社がそうですね長谷川庄司としましょうよ長谷川庄司が社員100人いたとしますよね社員100人がいたとしてその中の40人は超精鋭だったとしますよねめちゃめちゃ儲ける営業部隊もう40人むちゃくちゃ精鋭だとするじゃないですかでその40人の精鋭をまあ副社長さんが決定権を渡されてしまってたらどうなると思いますって話 わかります社長と副社長が仲良くやってるうちはもう全然問題なく前に進むじゃないですか長谷川庄司は。でももし仮にですよ長谷川庄司の社長長長谷川のことを大嫌いな人間がその機関部分である40人の営業部署の副社長トップをやってしまってその副社長がいくつかの決定権を持ってたら。 その副社長を多分長谷川社長を落として自分社長になりたいとか思ってたら喧嘩しますよ大阪って大阪府と大阪市でそういう状態だったんですよ喧嘩ばっかりしててその状態を大阪府と大阪市を合わせて不幸せっていうふうに言ってたんですねでこれがね大阪ってねこういう喧嘩をむちゃむちゃにするんですよ大阪府がですねリンクゲーートタワービルっってていうのを税金使って 億円かけて作ったんですね659億円かけて作った後大阪市はこのリンクゲートタワービルをほんのちょっと1メートルぐらいだったかなあえて当てつけで1メートルぐらいだけ高いつまり俺たち市の方が大阪市の方が上なんだぜっていうのをアピールするために1193億円の税金かけて作ったんですよ。当たり前ですけどこんんなもん 維持っって作っただけでだけから2つとも完全ににボボロボロになるわけですもう民間じゃないとどうしようもないぐらいになって結局後々売却みたいな状況になったりするんですけどこれね大阪府が府立体育館を56億円で作ったら大阪市が大阪市市立中央体育館を487億円で作ったりですね府立中央図書館を191億円で作ったら市立中央図書館を162億円で作ったりとかですね まあもう簡単に言うと喧嘩ばっかしてたんですよふとし。これってね日本全国実は二重行政なんです。千葉県と千葉市も二重行政だし愛知県と名古屋市も二重行政だし兵庫県と神戸市も二重行政なんですよ本当は。本当は。ただねここまでドン引きなことって大阪人じゃないとしないんですよ大阪人ってちょっとこういうガチでガチで喧嘩するところっていうのがすごいあるから。 あのね、喧嘩するためにね国民の税金めちゃめちゃ作って使ってたんですよね。でそれ見ていやいやもうこれもシステムとしてやり直せって言って怒ったのが橋本さんなんですよ。不幸せっていうのをやめて一旦大阪府でボーン一番最初の例で言うと長谷川庄司のもう副社長をボーンクビにしちゃって。 その40人も長谷川社長のもとにガーンって入れちゃってそれとにかく一体化長谷川社長と副社長が喧嘩するみたいな状態はやめさせましょうよっていうのが大阪都構想って言って大阪都構想とか言うからちょっと難しいんですけど大阪市っていう大阪府の中なのに無駄に権力持ってる連中を一旦バーッと解体しちゃおうぜっていうのが大阪都構想ですね普通のことしか言ってないでしょでこれ見て これ見て反対する人の理由がよく分かんないんですよねめちゃめちゃに税金無駄遣いされてるんですよもうこれ一部ですよ引くぐらい税金無駄遣いされてて だからねまあ大阪都構想なんて当たり前なんでね早くやっちゃえばいいなっていう,ふうに思うんですけどと同時に大阪市役所であり大阪市議会が解体されるということになるんで大阪市議会議員や大阪市役所の人たちが血眼になって反対しているっていうそういう現状ではあるんですけれどもねいや大阪都構想なんてねもうとっととやりゃいいのになとしか思わないですけどね。皆さんどんどなふうにお考えでしょうか長谷川豊の本気論ンネンチャンネル 私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みます。お楽しみに